公式列、解析学における公式列、公式列、公式シークエンスは、数列などの列で十分先の方でほとんど値が変化しなくなるものを言う。基本列、基本列、ファンダメンタルシークエンス、生息列、生息列、レギュラーシークエンス、自己前進列などとも呼ばれる。実数論において最も基本となる重要な概念の一つである。 無限数列についてが成立するとき、数列は、公式的である、公ー性を持つ、あるいは公ー列であるという。有限数列は、x イコール x イコール x イコール,コールと延長することにより、公ー列とみなせる。数列が公ー的ならば、回区間で、数列の中の無限個の項を含むようなものが取れる。このような回駆間は一つではなく、 いくらでも見つけることができて、しかもその KBA はいくらでも小さく取ることができる。さらに、そのような回区間を、公子列の最初の有限項以外の項をすべて含むように取ることができる。同様の性質を座標平面 R や座標空間、R などのキロ次元座標空間、R あるいはそれと同等のキロ次元、ユークリット空間、E で考えることができる。形式上は、 上記の極限と同じことで、点列がを満たすことを、数列の場合と同じく点列が、公式的であるなどという。これは、座標の各成分がすべて、公式数列をなすことと等価である。また、やはり数列の場合と同様に、R における点列が、公式性を持つならば、十分大きな番号、N に対応する点、X は、例外なくすべて、 ある非常に小さな直径を持つキロ次元球体に含まれる。複素数全体の集合 C を座標平面 R と同一視してガウス平面と考えれば、複素数列は平面上の点の列であり、複素空間 C 内のコー列も同様に考えることができる。一般に任意の収束列は公 C 列であるが、その一方で公 C 列は必ずしも収束しない。 例えば、ガウス記号を,を用いて作った数列 N に N は有理数の列 Q 内の点列と見ることも実数の列 R 内の点列と見ることもできていずれの見方によっても公式数列となっているものであるが R 内の点列と見れば2に収束する収束列であるのに対して2は有理数ではないから有理数全体の集合 Q 内で収束することはない しかし、実数の重要な性質の一つとして、実数全体の集合 R におけるどのような、公ーシー列も、必ず、R 内に、極限値を持つことが挙げられる。実数からなるどんな公ーシー数列も、収束列であるという事実は、歴史的な事情で、実数の連続性と呼ばれる。したがって、実数列あるいは実有クリット空間内の点列のみに関して言うならば、 それが収束することと更新列であることは同値となる。この場合であれば、更新列は必ず収束するので、XX を評価して更新列か判定すれば極限値を仮定することなく収束性が判定できる。また本質的に同じことだが、級数の収束性を和を仮定せずに判定することもできる。このように実数列が更新性を持つか否かを その収束性の判定に用いるとき、コーシーの収束判定基準という、収束の定義に基づいて、点列の収束性を判定する場合、極限値 X を推定した上で X、X を評価する必要がある。つまりこの方法で収束するかどうか調べるためには、その前に極限値がわからなければならないのであるが、コーシーの方法ならば、極限値の推定は不要であるという利点がある。 18世紀、オイラーらによって大きな進歩を遂げた解析学は19世紀にはより厳密性が求められるようになった。そこで、ボルツァーノやコーシーらによって連続や収束がはっきりと捉えられるようになったものの、いまだに実数とは何であるのか不明瞭であった。19世紀後半には実数を算術的に定義する方法が盛んに研究され、その中で 現在、コーシー列と呼ばれる概念を導入したのが、カントールある。カントールがこの成果を発表したのは1872年で、1821年に発表された、コーシーの収束判定法を満たす数列を用いて、実数を定義しようという、当時一般的だった考え方に基づいている。この、コーシーの収束判定法を満たす数列として、コーシー列が用いられ、実数は、 公 C 列の極限として定義された。20世紀にはフレシェが関数空間の研究において距離を用いて公 C 列を改めて定義している。これによって極限に関わる概念は距離と公 C 列で定義されるようになった。一般の距離空間内の点列についても公 C 性を定義することができる。が公 C 列であることはサノノルムの代わりに 距離関数 D を用いることによって、つまりを満たすことであると定義することができる。したがって、ノルム線形空間特にバナッハ空間やヒルベルト空間など、物理学などにおいても重要な応用を持つ空間で、高 C 列を考えることができる。また、距離空間ではない位相空間でも、同様の概念を考えることができる。特に位相群や位相線形空間のような、 一応構造を持つ位相代数形などでは基本近傍系を考えることによって高 C 列をなすることができる。実際位相群 G とその単位モット1における基本近傍系 B を考えるとき G 内の点列は各基本近傍ボルト B に対してを満たすとき高 C 列という R を下方に関する位相群と見るとき 中心が原点であるような階級体の全体は原点0の基本金傍形をなすので R に関してこの定義と先の定義は本質的に同じものになる。距離空間はその任意の格子列が天井に極限を持つとき完備であるといい、完備である距離空間を完備距離空間または単に完備空間という。実数の連続性は実数全体のなす。 距離空間 R は完備であることを意味している。すでに述べたように、R や C などもすべて完備である。一方、有理数全体のナス集合 Q や、ユークリット空間内の有理点全体 Q などを、完備でない距離空間の例として挙げることができる。実数の構成法の一つに、完備化と呼ばれる有理更新列から実数を定めるものがある。有理数 Q は、 常に一定地球を値に取る数列と同一視して有理数全体のなす集合を9は有理公子数列全体の集合点に含まれるものとみなす。また、公子列に項同士の四則演算をもとに四則演算を定義することができ、これは有理数同士の四則演算と両立している。特に点は0元を単位元とする玉木である。ここで、 ガレいに収束するという関係は同値関係になる。この同値関係で割った長間点は同型の違いを除いて一時的に決まる。この点は R と書き実数体と呼ぶ。点の元に対してその極限を標準射影によってと定める。もしが通常の意味で有理数値の極限 R を持つならば有理数列は例に収束するので ここで定義した極限は、通常の意味の極限と両立している。公式列同士の四則演算の極限は、演算を行う列の取り方によらず、それらの列の極限のみから定まるので、点における距離を自然に定めることができる。今、任意の実数の公式列に対して、有理数列で、任意の n について xy1n となるようなものを取ることができる。 この有理数列は、であるので、公式列である。このため、R 内に、極限値 Z を持ち、実数列は0に収束する。よって、実数の公式列は、実数 Z に収束する。このことから、R の任意の公式列は収束する。すなわち R が完備であることがわかる。距離空間を一般化した空間である、一応空間上でも、 コーシー列に対応するものを、一下のように定義できる。一応空間フォーミュラ9条のフィルターフォーミュラ10が、コーシーフィルターであるとは、任意の禁煙フォーミュラ11に対しあるフォーミュラ10の、元フォーミュラ13が存在して、フォーミュラ14となることを言う。一応空間フォーミュラ9条の有効点列、ネットフォーミュラ16が、コーシーネットであるとは、 任意の禁煙フォーミュラ11に対しあるフォーミュラ18の元フォーミュラ19が存在して任意のフォーミュラ22対しフォーミュラ21となることを言う。コーシーフィルターとコーシーネットは本質的に同じ概念である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。